おー、こんにちは、サトルです。本日はですね、こんなウイルスを作りました。サーダーコウイルスです。はい。しかもですね、これスマホで動きます。パソコンじゃないです。スマホです。スマホといっても、Android だけで動くんですけどね。残念ながら iPhone では動きません。ただ、Android ではしっかり動きます。わーお。さっきからサダコウイルスがキャッキャ言っています。ということで、どういう風に作ったのか、皆さんにお見せしたいと思います。キャー。はい、ということで、サダコウイルス作るときに、Mac でこんなアプリを使いました。Android Studio です。Mac 以外でも Windows で使えます。で、こいつを使ってこんな風にイメージビューっていうのを入れて、はい、そしてこんな風にプログラムを組みました。ソースコードこんな短いです。サウンド鳴らす準備して、そして 0.1 秒経ったらキャーっていうサウンド鳴らしてください。その後2秒経ったらアプリを終了してくださいっていうことをやっています。そしてですね、終了はするんですけど、ただ単に終了させません。リスタートでアラーム機能を利用して10秒後にまたアプリ再起動してねっていうことをやっています。で、これぐらいのプログラムをちょろちょろちょろっと揃えるだけで、こんな感じなキャッキャウイルスが作れるわけです。はい、キャーサダコが出てきます。面白いですね。結構簡単なんですよ、サダコウイルス。まあとにかくこの Android でも簡単に再現できます。すごく面白いですよ。さてとさてと、同時起動しちゃいましょう。お待ちください。おー、起動した。ほわー、いいですね。起動しますよ。おー、キャッキャ。わーお。おー、面白いですね。わーお。自分で作っといて、自分で満足してます。面白いね。キャッキャ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 ーン。はい、こちらはですね、起動してしまったらもうめんどくさいです。再起動して直すしかありません。再起動、効果。で、こっちも、はい、再起動で直すしかありません。こうすれば一応直ります。再起動終わったらですね、こんな感じでキャッキャキャッキャ止まりました。もうキャッキャ言いません。大丈夫です。安心してください。ということで、本日の動画が良かったなと思ったらグッドボタンしてください。ご視聴ありがとうございました。キャッ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 